こんばんは、あやさちゃん。メール送ったんですけども、メールの返信よりも先に動画の方が送られてきましたね。送られてきたというか、動画アップロードしてくれましたね。生活保護のことなんですけども、まさにね、経験者であるあやさちゃんは本当その通りだなと思うんですよ。ただ私が思うのは、今までの生活保護の形とか規制をなくして最初から積み上げていったら、まあ30万ぐらいいるかなと思ったんですよ。で、その30万をどういうふうにするかとか、30万以下の所得の人からの妬みをどうするかっていうのは、またね、次の問題だと思ってるんですよね。まずは健康で文化的な生活を送るために30万、例えばね、20歳から計算しましょうか。まあ別に10歳からでもいいんですけども、30万かける12ヶ月で年間360万なんですよ。で、これを40年続けるとすると1億4400万しかならないんで、これではね、健康で文化的な生活一生送れないと思うんですよ。1億4400万ではこれはかなり切り詰めたりとかしなくてはならないんかなと思ったんですよ。だから30万でも私安いなと思って、もっともっと増やしてね、まあ40万とか50万とかの、平均月収でね、鳴らしてもいいのかなと思うんですよ。でももちろんね、まあ安田ちゃんがダメって言うんだったら、まあダメなんだろうなと思うんですよ。で、私もそれはね、まあそのひどい話になりますけども、生活保護がいくらでも、私はあんまり関係ないといえば関係ないんですけども、でも自分が生活保護を受けるような立場になった時に、ちょっとね、今の金額じゃ絶対足んねえなというところと、あとね、大事な問題で、生活保護が30万になるとするじゃないですか。そしたら頑張って働いて15万の人の妬みってあると思うんですけども、でも頑張って働いて15万の人がなんでね、今はねそこまで怒ってないかというと、生活保護費が15万よりも安いからでしょ。っていうことは、これこっちの15万は15万で何とかしないといけないっていう別の問題もまたそこで控えてるんですよね。で、私は限定的に生活保護の理想的な金額っていうのを自分で考えたら、30万から37万ぐらいかなってポンと思ったんで、で、その内訳もね、ざっくりと見てみたら、確かになと思うんですよね。で、自分を鍛えるためにいろんなことをこうね、スキルを身につけたりとか、学習するとか、健康で文化的な暮らしを送る、芸術に興味を持つとか、別に直接それが収入源となる仕事に向かわなくてもいいかなと思ってるんですよ、私は。っていうのが、別に生活保護を受けてなくても、いろんなね、お稽古として、習い事して大学まで出て役に立たない人が大半なんですよ。ってことは、別に自分のスキルを上げたからって、それが収入に直結する人ってほとんどいないっていうふうに、まあ、考えた時に、最初からそういうことになんなくてもいいかなとかね。まあ、例えば将来はお医者さんになりたいなと思っても、別に高校ぐらいで挫折してそこから別の道に進むっていうのもあると思うんですよね。もしくはドクターとして勤務してたけども、何かの事情で辞めてガソリンスタンドでアルバイトしてますみたいな人生もあっていいと思うんでね。まあいろいろとね、考えるところあったんですけども、まあ今までの生活保護って形はもう何ガラガラポンで一回なしにして、今この令和2年からね、生活保護っていうのを一から組み上げるとしたらどうなるかなってことをまず考えて、健康で文化的な生活を送るためには、さすがに15万じゃちょっときついだろうとか思うんですよね。工夫次第でできると思うんですよ、はっきり言って。でもその工夫に至る方が全員ではないと思うときに、まあこのぐらいの金額あってもいいし、それで多いと思うんだったら自主的に返すことは自由にできますし、あと一つね、就労意欲がなくなるって問題ですけども、これは別になくなってもいいような気がするんですよ。もともとお金のことだけで働く人っていうのはまあいると思うんですけども、なんかその本当に自分のやりたい人生が見つかっていくことが大事なのかなと思うんですよ。もちろん国民がね、社会的に働かないと国が維持できないっていうレベルまでなっちゃったらちょっとやばいですけども、そういう時には生活保護を改めて新しい時代のものにね、修正していって、まあ20万にするとかね、何万にするとか分かんないですけど、そういうふうにしていくとか、税金の方で上げて調整するとかっていうのもあると思うんで、まずね、どうなるか分かんないけども、とりあえずは今のままじゃダメだなというところでね、じゃあ生活保護30万に行くのが無理だとしたら、まあ、今の金額にプラス3000円だったらどうかなとかね、いきなり下がりますけども、プラス5000円だったらどうかなっていうふうに考えていかないとどうなんですかね。で、逆に今生活保護費ってどんどん下がってますけども、いや、これに対しては何とも思わないのかとか、何か思った時に行動する人は今までいなかったのかってことを考えると、まあ当事者が一番声を上げないといけないところだと思うんですよね、当事者がね。で、あやさちゃんみたいな方が生活保護に関してのいろんな発信してるのを私も見させてもらってね、
で、それも込みで、いや、やっぱりこの状況は良くないなと。そして生活保護をもらってる方を攻撃してもいいんだみたいなところもなんとかしていかないといけないっていうことは、一生懸命働いた人が自分なりの恩恵があったりとか、まあなんか社会的にね、ものすごく評価されたりっていうのがまともにないといけないのに、なんとなくね、自分よりも楽をして得をしてる人に対して妬む気持ちっていうのがね、やっぱこう人のことが気になるんでしょうね、人はね。なんか自分の人生一生懸命生きてたら、誰が楽しても受けようがあまり構わないような気がするんですよ。まあ例えばね、じゃあ自分は一生懸命働いてます、生活保護の人はただお金もらってますっていうふうに見えたとして、一生懸命ブラック労働してる人が、まあ、15万です、生活保護は13万ですって時に、お前らどうせ生活保護じゃないかみたいなことを言ってるかもしれないけども、じゃあ逆にですね、一生懸命ブラックで働いて15万の人からものすごくね効率的な仕事をして、なんか1週間に1回しか働いてないのになんか月収200万みたいな人いたら、やっぱり妬むと思うんですよ。結局妬む人ってどこの方向見ても妬むんで、まあ、これはねもうどうしましょうかって話ですよね。それはそれでケアがいるのかなと。でも例えば堀江貴美さんとか孫正義さんがね、いちいち稼いでる人稼いでない人見て妬むかなと思ったら、そうでもないかなとかね、いろいろ思いながら生活保護の話題を出したのは、これ私生活保護のねことにちょっと情報発信していろんな人の意見聞こうかなと思って、まだ2日目なんですよ。だから私、まあ、最も素人ですね。ですんで、そんなわけねえじゃねえかって批判を浴びることはね、もう前提でですね、こう動画出してみたんですけども、いや、安田ちゃんさすがですね、もう反応が早かったんで、ああ、そうだよねっていうところが多かったです。で、私はね、まずは理想論語っていきます。もう結構怒られましたけどね、理想ばっかり言うんじゃねえみたいな感じで。でも理想論を100とか200上げると、1個ぐらいはなんか現実にすり寄っていくのかなと思うんですよね。で、もちろんね、私生活保護を茶化してるわけでも何でもなくて、このままじゃいけないっていうふうにもしかしたら当事者以上に思ってるかもしれないんですよ。っていうのが、なんかできるかもしれないですね、やっぱりね。自分の私利私欲で生活保護を上げようと思ってるわけじゃないですからね。まさに当事者じゃないからこそ、これはダメだろうっていうのが見えるわけですよ。そういう部分もあります。もちろんちょっとね、トンチンカンなこと言ってるのもちょっとね、承知の上っていうかね、その辺はちょっとまたお叱りをいただければ、いろいろとね受け入れていきたいと思いますんで、まあなんと言いますかね、ちょっとお知恵を貸していただければと思います。で、できるかどうか分かりませんけども、生活保護にフォーカスして何かね活動ができたら、なんかもうちょっとね、その生活保護は後ろめたいみたいなのも払拭できたりとか、花龍馬さんがねちょっと言われてましたけども、生活保護に対して妙な偏見を持つ人がね少しでも減ればなと思うんですよね。だってね、それは私思うんですけども、生まれつき足が遅い人っていると思うんですよ。で、そういう人って頑張って走る努力をしてもトレーニングしても一生足が遅いかもしれないんですよ。で、それと同じように、その意欲ってみんなそれぞれ違うんですよね。なんかちょっと疲れやすかったりとか、すぐに心が折れるみたいな人もいて、それはお前甘えてるよ、やる気になれよとかいうのは、生まれつき足が遅い人に、まあ、100メートルさ13秒ぐらいで走れるだろう、こういう風にトレーニングしたら俺だってできたんだからっていうのを押し付けるのと同じぐらい悲惨なことかなと思いまして、やっぱりね、這い上がれない人とか、どうしても助けてって言えない人とかっていうのいるのかなと思うんですよ。もちろんね、そういうことを心配本気でしてるんだと、お前がなんとかしろって言われそうですけども、で、私一人ではね何ともできないところがありますんで、なんかね、こう大きな枠組みから健康で文化的な生活ってものが今はまだ実現できてるとは言えないんですけども、なんかね、なんかできないかな、なんとかなんないかなっていうね、ちょっと理想論とともに、この、先入観をちょっとねなくしていけないかなと。生活保護はこういうもんだっていうものは、多分その昭和の時代にできたもんだと思うんですよ。で、今はだいぶ違ってましてね。で、象徴的なのが、健康で文化的な生活を送るためには、今はね、スマートフォンとインターネットは絶対いるんじゃないかなと思うんですけども、当時の生活保護でそれが組み入れられてなかったということと、あとはね、自分の自己教育ですよね。自己教育ってものに関しても、必ずしもそれが職に結びつかなくてもいい時代になってきたんじゃないかなとかね。もしくは、こういうことも考えられるんですよ。生活保護制度ができた時には YouTuber っていうのはなかったと思いますけども、
今 YouTuber っていう道があるのも前提としてね、生活保護を組むとしたら、じゃあパソコンを買えるお金がなくちゃダメでしょみたいなね、ちょっと私もね、わけのわかんないことばっかり言ってると思いますけども、そのぐらいもう先入観なくして、もう砂漠にね、砂漠の町に生活保護を一から組み上げるとしたら、どんなものは計上していいかな、どんなものは感情的にダメかなとかね、いうふうに考えたらどうかなと思ったわけなんですよね。ということでね、私は間違いなく愛妻家よりは分かってないと思いますんで、私の方が多分ね違うと思うんですよ。ですんでね、そんなダメだよって最初から考えなよっていうふうに、まあ、考えることも気にするんじゃなくって、発言のちょっとチャンスはいただければと思います。これで少しでもね、例えば今の生活保護費が減るどころか、まあ、2000円でも3000円でも増えるような形になっていけばね、それが積み重なってもっともっとこういい感じになればなっていうのもあるし、まあ、偏見を持ってる人ばかりじゃなくてね、生活保護を受給されている方に対して正当な目を向けている人もなかなか目立たないんですけども、いるんじゃないかなと思うと、あとは残念ながら生活保護をまんまと取ってやったぜっていうふうにね、まるで誇りのように語っていく人とかともいるんで、このなんか対立はなんとかしたいなと思うんですよね。ということでね、これ以上話してもなんか私の単なる言い訳になってしまいますけども、まあいろいろと教えてください、これからも。いろいろとね、私もこれがパーフェクトなんだよっていうつもりではなくて、これを叩き台としてどういうふうに、なっていくかなと。で、民主主義っていうのは大多数の人がそうした方がいいんじゃないのっていったものに結局決まるんでね、私の考えっていうのはごく少数派で、多分一人派閥だと思いますんでね、まだね、簡単に潰れます、ね。でもなんかね、この制度も他の制度もそうなんですけども、なんか考え続けるとかね、改善し続けるってことできると思うんですけども、少なくとも減らしちゃダメだろうと思うところが出発点でございます。今減ってますからね。だって増税されて可処分所得が減ってるのになんで減らすんやみたいな感じですよね。これからあらゆるものも値上がりするかもしれないですよね。そうなると本当になんか、本当にこれでいいんだろうかと思ってしまいました。で、生活保護は権利なんで、誰でも堂々と受給していいもんだと思いますし、そこからまたね、疲れを取っていただいて、またそれぞれの分野に出ていけばいいのかなと思うんですよ。まあ、この辺ね、考えがまとまらないところもあるということなんですけどもね。まあ、動画の方ありがとうございました。気がついていただいてちょっと安心しました。まあ、メールの方もちょっと確認してみてください。すみません、よろしくお願いします。